to はい、始まりました。ディエルの未来へ to go のお時間です。ごきげんよう、柴田ディエルです。この番組は毎週土曜日の3時からと毎週月曜日の5時から週2回毎回違うテーマでお届けしております。ディエルグループはあらゆる業務を行っております。一緒に総合サイトをご覧ください。カタカナでディエル、ロゴ RIIR で検索いただくとこの総合サイトを見てまいただけます。各頭文字のページを開いていただくとあらゆる業務見ていただけます。はじめのディエル R のページですね。ディエルセレクトページです。ここは、私がおすすめしている再生医療、若作りではなく若返っていただくための、施術医療ですね。またはホームケア品として、化粧、基礎化粧品だったりとか再生商品ですね、だったりサプリメントなどをラインナップしております。お手に取ってみていただき、お試しいただけたらなと思います。そして全国に業務医療提携しているクリニックのラインナップだったりとか、東京渋谷にありますベル美容外科クリニック、ここはご自身の自分の幹細胞を採取し培養し2億個にして戻すという幹細胞治療を得意としていたり、金の糸美容施術を得意とするクリニックですので、ぜひ皆さんご興味ある方はここからカウンセリング予約を取っていただけると、いいかなと思いますので、ぜひご興味ある方はここから見てみてください。そして赤い、ピンクの愛のページ、ここは護身術クラウマガの回です。この番組でも定期的に、テーマにしております護身術クラウマガ、ぜひここからも入っていただき、体験から入っていただけたらなと思います。そして次 E のページですね。ここは不動産業務、リエルグループでは不動産業務をやっております。仲介業務、コンサル業務やっておりますので、皆さんご資産をお預かりし、売ったり買ったり、ご案内したりご相談乗らせていただきますので、ここから、入ってコンタクトから入っていただければなと思います。そして赤い愛のページ、ここは世界的有名な発明家ドクター中松博士の販売店のページとなっております。ディエルグループでは中松博士の約4000件の発明商品を、取り扱っており、ご案内しております。このページではですね、ホームケア品として皆様にドクター、今年で93、6月で94を迎えますが、皆様も長寿、健康寿命を100歳年齢を目指していただくべく、あやかっていただくべく、ドクター発明の商品がここにラインナップしておりますので、ぜひ皆さん健康改善、含めてここからお手に取って試していただきたいなと思います。そして最後の R のページ、メディアです。私はじめとして、アーティスト俳優おりますので、ご興味ある方ここからコンタクトを取っていただき、何かオファーいただけたら嬉しいです。ディエルグループではあらゆる SNS やっております。 QR コードを読み取っていただき、 Facebook、Instagram 入っていただき、この番組の最新情報、そしてあらゆる業務のニュースなど、更新、定期的にスタッフが更新しておりますので、入っていただき、ぜひいいね、フォロワーになっていただけると嬉しいです。そして、ディエルグループでは、昨年の末ぐらいからですね、ディエルチャンネル、健康美容に特化した動画YouTube チャンネルやっております。そして、この番組の切り抜き動画として週3上がっておりますので、全部でね週5回上がっておりますので、もう皆さんどんどん見ていただき、チャンネル登録いただけたらなと思います。今日はですね、ゲストの方をお迎えしてお届けしたいと思います。今日は、個性心理学の、認定講師でありカウンセラーである岡田ゆかりさんと一緒にお届けしたいと思います。皆さん動物占いって聞いたことあるかなと思うんですが、私はね知らなかったんですけど、今日は皆様どれに当てはまるか見ながら、ご自身のね動物は何か当てはまるかもこう見ていただきながら参考にしていただき、 to go お持ち帰りいただけたらなと思います。ではまず YouTube の動画からご覧ください。どうぞ。はい、お迎えしました個性心理学認定講師でありカウンセラーである岡田ゆかりさんとお届けします。はい、ようこそ。はい、お願いします。2度目なんだけど。はい、前回はね
宇宙居酒屋、はい、宇宙人居酒屋、宇宙人居酒屋、うん、ゆかりであのご登場オーナーのゆかりさんでね、はい、ご登場いただいたんですが、うん、今日はあの民間宇宙飛行のお話ではなく、うん、今日はカウンセラーとして、心理講師としてねあのゆかりさんとして今日は来ていただいたので、はい、また違う話題で皆さんお届けしたいと思いますので、はい、トゥーゴーお持ち帰りください。はい、よろしくお願いします。私初めてだったんですけど、個性心理学の動物キャラクターナビゲーションっていうカウンセラーって、はい、もう昔からあるんですか？25年ぐらい前に、はい、あの作られたこの、個性心理学研究所っていうのが設立されたようなんですけど、はいはい、1回流行ったんですよね。動物キャラの15年ぐらい前に1回流行ったんですよね。それで知ってますか？なんか動物占いってありましたよね。なんか、うん、でも見たことあんまり触って自分で調べたことはなかったんですけど、うん、でもなんかあの子供が占いする感じの血液型占いみたいな感じのやつかなと思ってたんですけど、うんうん、はい、なんか今日ゆかりさんに聞いたら本格的なんですよ。なんか心理学から辿ってて、で12匹の、あの動物に当てはめて、はい、それがすごいドンピシャに皆さん当てはまってるなっていうところを伺うと、はい、面白いと思って、うん、これ世界でもなんか、はい、ね、流行ってるんですよね、はい、流行ってますね。いや、はい、なんか深いですよね。心理学から辿って、うん、分かりやすく皆さんに馴染みやすく動物に当てはめてるっていうのがね、うん、はい、いやちょっと怖いですけどちょっと自分のことも何動物かを知りながら皆さんもこう見てる方もね、はい、今日ご自身の動物を知っていただくべくお話をしていきたいなと思います。はい、お願いします。カウンセラーは、うん、いつ取られたんですか、資格は？9年前。9年前、はい、それって難しい資格なんですか？テスト大変なの？まあお金払って、うん、それで学習院大学で、はい、あの2日間、はい、やるんですよ。2日間？2日間で1日目は、まあ、こう講座を受けて、はい、で2日目が、まあ、テストですね。うん、1日目講座で2日目テストってそんな1日で頭入っちゃうんですか？だから多分皆さんは一生懸命もうなんか徹夜で勉強したんだと思うんだけど、うん、はい、私はその1日目に先生たちとこう懇親会で、はい、あの飲んだくれてしまい、はい、なのでそんなあんの？一応あの懇親会もテストのうちなんですよ、はい、やっぱり。そうなんだ、はい、そっか、人と関わって人を、うん、何に当てはまるかをちゃんとジャッジして見抜かなきゃいけないし、コミュニケーション能力が必要ってなるってことですよね、はい、うん、なので、あの覚えてるっていうのはちょっと私はあの少しね、あの、はい、点数が低かったの、うん、でもその宴会であの点数をもらって合格したっていう感じ。でもコミュニケーション能力高いってことですよね。へ、うん、なんかあの動物占いでどんなものか画像があるって見れますか？あ、これ、うん、個性診断。あ、はい、そうですね、動物キャラナビ、うん、はい、これ12匹っていうのは、あの干支の十二支とは違うんですか？違うんですね、はい、そう、この動物キャラナビっていう、はい、あのキャラナビって何かっていうと、はい、キャラクターナビゲーションの略なんですね、はい、うん、確かに干支に象いないもんね、タヌキもいませんもんね、うんうん、そうですね。え、なんか、はい、ペガサスとかコアラもいるよ。あ、全然十二支じゃないじゃん。そうそう、これはなんで十二支がこの動物たちが選ばれてるのかもちょっと、ね、そうね、それを興味深い、うまくこうなんだろう、作った人があの照らし合わせたんだと思うんですけど、キリンとかいても良さそうなんで、カバとかもいませんもん ね、 そうそうね、うん、なんだろう、まああの難しく言うとなんか四柱推命とか宿陽経っていうのを元に作られてるみたいなんですけど、はいはい、まあ、それをこう、ああいうのって本当難しい感じがするじゃないですか、はい、それをあの、まあ、動物を当てはめて分かりやすく、だからもうその日の、うん、普通例えば10年間ぐらい勉強しなきゃできないようなものを、うん、もうその日聞いたらその日の夜にはお友達に、うん、あ、なんかこう言えちゃうみたいな、うんうん、そういうツールですね。あ、はい、動物だと分かりやすいし、うん、印象に残りやすいですもんね、うんうんうん、だってほらなんか世の中って、うん、あの物を会社とかもキャラクターに当てはめたりするじゃないですか、うん、そうそう、
なんか、うん、はい、ゾウさんのゾウ印キャラクターとか、そうそうそう、コアラのマーチとか、なんか動物に当てはめてるグッズとか会社とか多いですもんね、うんうんうん、いっぱいありますよ。ちょっとこれ読んでいいですか。はい、はい、もうあの世の中には動物だらけです、うん、はい、朝歯を磨くとライオン、うん、でご飯はゾウ印そうだ、で歯磨き粉ね、ポットはタイガー、エアコンはシロクマ、はい、ビーバー、そうだ、道路に出ると黒猫とかペリカンとか、いるいる、ね、で会社に行くとマウスを握って、で3時のおやつがマーチ、コアラのマーチね、で仕事帰りにビールはキリンで夜帰ってテレビをつければ野球はタイガース、はい、うん、中日ドラゴンズとか、はい、もう動物だらけ、一日中動物、確かに、そう、そんなところで素晴らしい、世の中動物だらけ本当だ、うん、朝から晩まで外も家も動物だらけです ね、 ね、うん、それぐらい馴染みやすいものなんだ、まあ、そうなんですね、それだけまあ周りにいっぱいあるし、はい、イメージしやすいというのが、まあ、あのイメージ心理学で証明されているみたいなんですね、うん、はい、今なんとなく思っただけだったんですけど、うん、世の中ってじゃあそれを分かってわざとやってるってこと？そうみたいです。企業は、まあまあ、いろんな企業さんが、はい、あの動物に例えると、はい、あの覚えてもらいやすいとかイメージしてもらいやすいということで使ってるみたいですよ、うん、そう、はい、確かにそうですよね、うん、配達も引っ越しもキャラクターついてますもんね、それで覚えてますもん ね、 ね、正式な社名覚えてないけど、うん、ね、そうだ、うんうん、なるほど、世の中うまくちゃんとできてますね、うん、んすみんな参考にしてんだね、はい、で、あのその個性心理学っていうのは、うん、まあ世界、まあ世界初ですね、はい、の、 あの人間図鑑って言われてるんです。人間図鑑、うん、だから例えばあの、まあ、本屋さんとか図書館に行くと、うん、ペットの扱い方とか、はい、あの鳥はこういう風に飼うといいよとか、はい、あと食物図鑑とかね、うん、お花のことを書いてある図鑑とかいろいろあるじゃないですか、うん、ありますね。人間ってないでしょ。ない、うんうん、それがこ の、 あの個性心理学の、うんうん、動物占いなんです。なので取り扱い相手のその取り扱い説明書そうそうそう、じゃああれじゃないですか、これもっと広めたら、うん、海外にもこうやってね流行ってて、うん、知ってる方は海外にもいるわけですから、うんうん、じゃあプロフィールを長ったらしく文章バーって書かなくても、うん、私はなんとか私はなんとかって書いたらもう一目瞭然わかるじゃないですか、うん、で取り扱い説明書ができるから、うん、教育しやすいし、うんうん、社員とかも上司とかも関わりやすいし、そう、営業しやすい、しやすい、そうです、営業使えるで、うん、使える使える、うん、え、ちょっと皆さんこれトゥーゴー持ち帰ってくださいね絶対使えますよ、はい、ちょっと細かくね教えてください、ね、今からだからその、うんと、ま、まず、うん、動物をね、はい、さっきちょっとね調べちゃったんですよね、はいはいはい、私この本をいただいて、うん、さっき見たら、うん、ペガサスでした、うん、そう、でもなんかし、それを見れるやつないんですかね、皆さんと一緒に辿って、ね、ここにね入ってなかったのなるほど私、まず動物は12匹何がいるんですか、うん、12匹ね、はいはい、まず、うん、まあ、黒ひょう羊、小鹿、タヌキ、はいはい、でオオカミ、コアラ、はい、サル、トラ、うん、チーター、ペガサス、ライオン、ゾウ、うん、の12種類の動物がいるんですけど、なるほど、うん、なんか面白いですねこのレパートリーが、うんうん、で、まあ、ちょっと12種類この時間内で、はい、あのご説明するのちょっと難しいかなと思うんで、はいはい、それはあの3つに分けちゃいます、はい、でその3つに分けるのは、うん、ムーン、アース、サンって言って、うん、3分類、はい、月、太陽、そう、地球、地球ですね、はい、ここのそうそうそう、これです、ムーン、アース、サンって3分類に分けちゃいます、はいはい、でムーンが、はい、今ちょっと隠れちゃったけど黒ひょう、羊、タヌキ、コジカちゃんね、はい、でアースがサル、トラ、コアラ、オオカミ、でサンがチーター、ライオン、ゾウ、ペガサスで、はい、リエルさんはペガサス、ね、はい、ペガサスでした、だからサンだ、はい、うん、え、このなんか太陽、地球、月は何か、うん、なんですかね、血液型じゃないけど性格的な、うん、タイプ的な大きな枠組みってことですか？はい、分かれるんです。でまずこのムーンの人、これ、ローマ字でね MOON って書いてあるでしょ、ゆかりさんムーンでしょ、ムーンです、羊で、ね、はい、で先ほどあのね、うん、あの局長さんがね、はい、
タヌキっていうことだったんですけど、はい、曲調もタヌキでムーンの枠組みの、ね、うん、そうそうそう、タイプでしたね、はい、これは何かっていうと、ムーンって MOON って書いてるでしょ、これ、うんうん、の反対から読むとノーと言えない無駄が多いっていう感じなんですね。ノーと言えない無駄が多い。そうそう、ノーと言えないってこと、うん、嫌だって言えないんだ。そう、なんかあのこれ今ムーンの特徴書いてあるんですけど、はい、まあ立場とかメンツにこだわったり、あと人の心を、まあ、満月だと照らしますよね、はい、うん、なのでほんわかと人を照らすっていう存在なんです、うん、照らしてる、うん、ね、うん、それで相手によって形を変えられたり、うん、あとは人に振り回されるってあるんです。これは、うん、あの地球の周りをこう月が回ってるでしょ、だからあの、まあ、振り回されるっていう言い方をしてるって感じですね。で、月のイメージなのでほっとします、はい、でまさに曲調ムーンですよ、うん、そうそうそう、ムーンですね。で、他人と競争したくないんです。だからちょっとね、あのよく会社で、はい、あの成績とかこう棒グラフのあるような、うん、あのお仕事はちょっとね、実はあのストレスが溜まりやすいかなっていうのがあるんですけど、はい、はい、で、お次さんなのでね、はい、他人に影響力を与えたいとか、うんうん、ただ無駄が多いです。お金のね、使い方ね、あと効率が悪いとか、うん、そういうことですか、まあね、人間関係とかね、あと時間、うん、時間のね、ダメちゃんで、まあ、あの、うんと、いい人に、いい人チームって言っていい人なんですけど、うん、あのいい人に見られたいチームでもあるんです。あら、そう、私たちはそういうところがありますね。いい人に狙いたいチーム、うん、なるほど。特にね、あの、さっきたぬきさんはね、ムーンでもこっちの新月なので、はい、あの出番待ちって言ってね、はい、あのこれからあのこう月がこう満月になっていくじゃないですか、はい、これからやろうとしてるみたいなところがあるので、月の中でも満月と半月というか三日月があるんですね。満月の、まあ、私なんかは羊満月だから、うん、かけてくんですね、はい、でちょっといつも不安があるみたいな状態、うん、で、たぬきさんは新月だから、うん、まあ、これからこうどんどん満月になっていくっていうので、はいはい、出番待ちっていう感じで、だからカラオケとかだいたい、うん、いかがですか、あの曲調ちょっと歌を歌ってくださいって言った時に、いやいや、まあ、俺はいいよって言ったら、うん、それ真に受けちゃダメです。あの後で歌おうと思ってるから。そうなるほど。そういうこと、面白い、ゆかりさん面白い、うん、なのであの、ま、これ知っていれば、はい、そのあ局長は後で歌 う、ね、出番待ちだから、なるほど、うん、そう思ってるから後でちゃんと、あいかがですかっていうに行くと、そうするとこう評価が高くなる、うん、ちょっとスタッフみんな覚えてた方がいいですよ。そう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 っていう感じね、はいはい、では次ちょっとアース三分類の特徴で、はい、アースは今いらっしゃるかどうかわかんないんですけどね、うんうん、あのそう地球のタイプ、あ、いました、スタッフに地球の、アースさんいらっしゃる、あ、すごい、はい、あとあのこの前、うん、あの宇宙つながりでいくと、うんうん、あの民間宇宙飛行士の山崎太一さんが、うん、そうそう、アースなんですよね、アースのね、コアラ、はい、コアラちゃんだったんですね、はい、この番組も3月7日に来ていただいて、うん、ちょうど2週間経ったので、うん、今日アーカイブに上がってますから、見逃した方はあの宇宙飛行士、はい、宇宙民間、はい、民間宇宙飛行士のね、うん、山崎さんの回を見てください。そうそう、ね、よろしくお願いします。アース、はい、アースの、はい、実はコアラちゃんだったんですね、山崎太一さんは、はい、なのでコアラって結構木にこうしがみついて、そうです、ね、ずっとなんかぼーっとね、うん、あの夢を見てるっていうか、みんな遠い南の島をこうあの想像できますよね、はい、なので目の前の直近のことっていうのはあんまり興味がないんですよ。遠い先のことにすごく夢を持ったり興味を持ったりするっていうことで、まさにじゃないですか、山崎さん、うん、本当宇宙のことをずっと手掛けていらっしゃるから、うん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 、まさに先のことばっかり、はい、そうなんです、すごいいろいろ考えてらっしゃいますもん ね、うん、ね、そういうところが現実より先々ですもんね。そうそうそう、ちなみにあのアースで何の動物ですか。猿、あ、猿ね、あ、いたいた、猿。猿はね、すごい人気者なの。はい、人気者。そう。当たってる。そうなの。あの、サザエさんで言うと、カツオ。カツオ人気者ですか？カツオ人気者ですよね。そう。もう本当に、あの、もうね、本当に面白い。はい。うん、で、あの、ちゃんと、例えばあの、具体的に、こうやってこうやってこうやってこうやりなさいよって言わないとできないから。カツオだから。へぇー。そう。
うん、だから例えばあのコンビニにあのお小遣い渡して、はい、あのオレンジジュース買ってきてって、うん、で行くでしょ、はい、そしたらオレンジなくて隣はリンゴがあるんだけど、うん、帰ってきちゃうのなかったって言ってで言われたことは本当忠実にでやるんだけど、はい、そう他のこう応用がまだ融通が効かないってことっていうかそういうね応用が効かないなんかあのとにかくこなすであの高価なあのプレゼントとか高価なあの何なんていうかあの頑張ったねみたいなのはいりません、はい、あのバナナかチュッパチャップスで大丈夫だからサルだから本当にそう、うん、そんくらいお猿さんはねそうでもあれですよね、はい、あの、うん知っていれば、うん、そういう性格だってことを分かっていれば、うん、タイプだってことが分かっていれば、うん、何かを頼む時も、うん、そのまま帰ってこないように、うん、次のことも考えて言っておけばちゃんとその違うものを選んで買ってくるってことですもんね、うんうん、そうなの、うん、まさに取扱説明書ですよねそうそうそうだからいつまでたってももう何歳になっても小学校3年生カツオちゃんですからもう大人気者のなるほどカツオこれですねカツオ、うん人気者そうでいいこのアースっていうのを、はい、まあローマ字 E、はい、E はエコロジーですね、はい、うんまあ無駄とかが嫌いっていうところで、うん、でアースのアート真ん中が ART でアート、はい、芸術家なんですね、うんうん、で最後 H ヒューマン、はい、人間に最も関心があるっていうことで、はい、あのライバルがいると燃えるタイプなんですよ。へえ、うんうん。そうなのであのちょっとこう頑張って、はい、競争相手見つけると、はい、すごく伸びる、うん、伸びますね。へえ、うん。そんなところがあります。はい。なんか本当に当たってますね。うん、ですね。はい。あの山崎太一さんも当たってる感じする、うん、そうかもしれない、はい、ゲスト来ていただいた時の感じからして そ,、ねうん、そのまんまなんですよねだからはっきりだからあんまりこう紙なんかなオブラートに包んだような言い方はしないですねはっきり言ってあげることが親切だと思ってるからなるほど、うん、まあいいことですよね、うん、でもそのムーンの、ムーンのタヌキさんとか私、うん、羊なんかは、うん、あのどうしてもこうはっきり言うのが逆に申し訳ないなと思うタイプなんですよなのでこのアースの方々に常々傷つけられているっていうことになるわけなるほどストレートに直球で来るからそうそう直球で来るもうちょっとオブラートについて優しく言ってよっていうところなんですね、うんうん、でもそれはあのそのさっきのその無駄を嫌うっていうところで、はいうん、だって先に結論から言っておきますねって結論言っちゃったらもうすっきりするし、うん、時間の無駄もないでしょ、はい、でもそのムーンの方はすごい時間の無駄も多いんですよでだいたいこう言うあのあーでねこうでねそれでねあーでねって長いので最後に言いたいことを言おうとするんだけど、はい、あじゃあねみんなバイバイとか言ってみんな帰っちゃうのもういつも言えないの言いたいことがなるほど そういうストレスを抱えているっていうね、うん、そんなところがありますなんか気の毒に感じちゃうけど、うん、でもそれ分かってて改善はできないんですか、うん、ご自身であもう変えられないから個性だからえじゃあもう生まれ持った、うん、張り付いたものってことですねそうそうだから本質なのでもう生まれ持ったものだからそれを変えようって思わなくていいし自分らしく生きていけばいいしじゃあもう分かった上で、うん、そう生きていきうまくやり、うん、こうあの関わっていくってことですねそうそうそうで、まあ、例えば相手を変えようと思っちゃうんだけど、うん、それはしょうがないよね猿だもん変わんないもん猿だからなるほど、ね、張り付いたものってことで、ね、個性は変えられないってことですね、うんうん、そうそうそうなのでこういうねちょっと戻っちゃうけど認めるとはってあって、はい、あの諦める明らかに相手を認めて受け入れるっていうことを、うんこはい、諦めるそうそう明らかに認めて受け入れる、うんうん、っていうことをねしていけばそのコミュニケーションツールとして、はいまあ、あの人間の取扱い説明書ということであのでもプロフィールとか履歴書に、うん、あのなんかねタヌキとかサルとか載っけとけばいいんですね、はい、そうですねそれもありかもね、あのね楽楽、うんうんうん、だから結構あの今知ってる方も多いので、うん、あの名刺とかに書いとくとそれだけで盛り上がったりとかね、はい、しますので、はいまあ、そんな使い方もあるし、うん、私なんかあのよくあの講演会とかで、うん、あのプロフィールでもうお誕生日まで全部書いてある方とかいるでしょ、はい、じゃ調べちゃうのこれでじゃあもうそこから、うんうん、もうリサーチ済みだからそう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 
関わり方、接近の仕方、口説き方、全部わかるじゃないですか。そうそうそう。いいことができる。じゃあもう初めからなんか回あったら全部こうつけといてもらいましょうね。そうなんですよ。ね、シールとかこうなんか名札とかつけとくと、そういった、遊び方もね。営業とか交渉もしやすいじゃないですか。しやすい。おお、はい。じゃあさっきの三分類で、はい。あの最後の三、三がね、三いないね。三太陽。うん。そう。私ペガサス太陽。うん。そうです、はい、太陽の人は、はい、この中で、ムーンがいい人チームだとします、はい、でアースがしっかり者チームだとします。なんか嫌な流れになってきたな、でサンはサンは天才なんです。あ、よかった、嫌な人とか来るかと思った。まあ、ちょっとあの天才か奇人変人かどっちかですなので、はい、はい、ね、あのまあ、太陽でしょ、だからすごく人を照らしていつも明るいのね、うんうん、なのであの本当にこのあの3の方がいると明るいわけでも、あんまりいるとちょっと暑苦しくなってきちゃうから、だからちょっと離れたりとかすると、はい、あのちょうどいい具合でも、あんまり離れてると、あ、なんかちょっと最近いないね、どうしちゃったんだろうねみたいな、ちょっと寂しいみたいな感じになってくるっていう、そう、あの天才、天才で人気者の3の方たちね、うん、ただ、そう、その3の中でも、うん、リエルさんさっきねちょっと見ましたら、はい、あのペガサスだったね。そう、ペガサスでしたね、うん、動物これ12種類いる中で動物じゃないじゃん。ないんですよ何す、で何ですかこの人は、うん、宇宙人、うん、宇宙人ちょっとあの民間宇宙飛行時代ですから、うん、ちょっとそこにリンクしていきたいなと思います、うん、こうなったら、うん、なのであのこの3の方たちは結構外国人気質なところがあるので、はい、あんまり日本語通じません、で大体ちょっとあと、うん、なんだろうな、ギャーとかギョーとかこうちょっとそういう擬音語をよく使ったりとかするかもしれない、うん、なのであの LINE とか連絡事項をやるときも、はい、あんまりこうひらがなとかそういうので書くと、うん、なかなか読まないかもしれない、うん、あのわざとローマ字で書いたりとか、はい、カタカナばっかりで書いたりとか、そうすると、うん、なんだろうなって思って見てくれる。あとね、写真ね、字読まないから、うん、写真、うん、っていうねそういう感じで、はい、この3の方たちは、はい、本当にもうイメージがすごいから、うん、あのもう字なんか読まないんですよね、うん、結構もう絵文字とかで十分です、うん、あ、そう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 、そんな感じでいきます、うん、スタンプとかで十分ですよ、はい、だから今ちょっとじゃあちょうど3分類いらっしゃったので、はい、人生観、次のページで人生観を見てみますね、うん、はい、まああの人生観3分類っていうのがありまして、はい、ムーンの方はだいたいねこう人間らしくもう和気あいあい、やっぱお月さんでほんわかと人を照らしてるので、うん、もう世のため人のために尽くすのが、うん、こうなんかこうやりがいというか、ゆかりさんとか局長ですね、うん、そうそうそう、人のために頑張りたい、ね、うん、なんかすごいムーンっていい感じの情報ばっかりですね。いいでしょ、そうそうそう、うんうん、で、はいはい、次にアース、アースね、お猿さんさっき言いましたけど、はい、まあ、自分のペースで自立していきたいというね、マイペースなんですね、うん、はい、ライバルがいると思います。うん、はい、で3の方、3の方は、まあ、もう枠にはめられたくないです、うん、で インターナショナルな、ね、うん、感じで、でも大体いつもすごいよ、あ、私すごいとかねすごい自分とかねいつも言ってるっていうねちょっと言って言ってって感じでね、そう言われ褒められて成長するっていうか、伸びるタイプだからとか言って無理やり褒めさせるという、うんうんうん、あ、そうなんだ、アズーリみんなだ、あの代表も役員もみんなムーンだそうです、アズーリ局は、あの本当はねこう3分類揃ってると結構こううまく回るんだよね。なんか会議長いでしょ、役員会議ムーンばっかりだとずっとなんかおしゃべり長くないですか、アズリ局全員ムーンってすごくないいい人ばっかりという表現にくくればいいのか、うん、そうそうそう長いというラジオ関係話長いからね誰も誰が仕切るのみたいな、うんうん、そう、じゃあ次あの大切にしたいもの3分類っていうのがありまして、はい、ムーンの人、うん、
はい、なんかすごいムーンいい人が多いな、うん、いいそうそう愛情友情使命感ね形のないものもう心ですね心、はい、を大切にします、はい、でアースの方は結果とか数字とかね、はい、もうだから形のあるものをね、うん、好みますね、うん、なので山崎大志さんねそうですよ ね, そ う, ねそうですね、うん、宇宙ね、はい、比較してね、はい、うんはい、なんか3はいつもこう、はい、オチみたいになってますよねそう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 最後になんで3なのかななんか全部オチになってますねオチになってもうだって人気者だからそうこれねムーンアースさんで例えばなんかこうちょっと飲み会とかやってる時に、はい、テーブルを分けちゃうのムーンアースさんで、うん、そうそうすんごい特徴が出るもう3はキャッキャッキャッキャ言ってるでしょでアースの方たちはなんか、はい、ちょっとこの値段に対してこのメニューはちょっと高くないとかって言ってるんアース、うん、で、うん、ムーンはもうなんかまあ人がタコ中人が中心なので、うんはい、ちゃんと相手の話を聞いてそうなんだって言ってまたそれでっつって向こうの人に行くわけ、はい、でも3のテーブルはもう話聞きやしないからあっちこっちあっちこっち話がこう飛ぶわけなんか3、3だなってなるっていうねすごい賑やかなテーブルになるんですねはいそんな感じですじゃあ次、買い物の仕方も違いますねはい、はい、買い物の仕方3分類、はい、まず、ムーンの方やっぱり店員の態度の良いお店ね好きですねはい、はい、なのでいらっしゃいませなんて言ってね、はい、声かけてくれるとすごいあここいい店だななんていう感じで、うん、例えばブティックなんかもね、はい、近寄ってきてくれてどのお洋服がいいですかなんて言ってくれるとすごくあよかったみたいな感じなんだけどアースはもう自分でちゃんと選びたいので、はい、店員さんが寄ってくるとお店から出て行っちゃいますうん、アースね、うん、そんなところがありますね、うん、あとサンの方は、はい、やっぱりこうブランドもう有名な名の通ったお店ですねもうやっぱりこうね、はい、もう例えば100年以上歴史があってみんなが認めてるものっていうね、うんうん、そういったものだったら安心して購入できますので、うんはい、なのでもう自分でやっぱりこう名の通ったブランドのものを選びますっていうねうんそれ買い物の仕方も全然違いますねはい、うんじゃあ次いきます営業マン3分類、はいはい、ムーンは、うん、ムーンは自分を売り込むそうなんです自分を売り込むんですね、うん、なのでこう一生懸命こうまあね相手とのコミュニケーションを取ろうとしますね、うん、でアースは商品を売り込みます、うんうん、まさに、うん、山崎さん、うんうんね、そうそれで数字でね細かくこう、はい表現しますねはい、はいで3の方は我が社はこうですって言って会社を売り込むんですね、うんうん、なのでこの反対も言えるんですね、うん、結局、うん、何かを提案しに行こうとした時に、はい、ムーンのお客さんがいました、はい、そうするとムーンのお客さんに、何パーセント安くなりますよとか、うん、なんかそういったこう数字のこととか言っても、うん、あんま興味ないんですね、うん、それよりこの今売りに来てるこの営業マンはどうなのかなって人を見てるんですよなるほど、うん、なのでそういったこと、はい、だからアースのお客様は、はい、もうちゃんと数字で表したり商品をちゃんと説明して、はいうんうん理解していただき、はい、おすすめするのがいいですねで3の方は、うんまあ、会社が安定していて、うんうん、しっかりしてればまあ大丈夫かなっていう。うちの商品の、うん、ぜひうちの会社は素晴らしいから、うん、みたいな信用ありますよ、うん、みたいな、はい、アフターフォローしますよっていう感じをそうそうそう、うん、なる営業の方法が変わってくるんですね、うんはい、そうすると例えば今まで自分はムーンだから、うん、人相手の方もそのやっぱり人で入るっていう風な自分と似たような感じって捉えてるでしょ、はい、そうすると自分と似たようなお客さんは大丈夫なの、うん、でも要するに3割打者になっちゃうわけ、はい、ただ他のパターンも、はい、こうだんだんこう分かってくると、はい、それがこう売上3倍になるっていう、うん、その相手のことを知るってことですよね、はいうん、そういったことができるようになります、うん、次、クレーム処理も全然違いますねクレーム処理、はいうん、例えばまあ、レストランで、はいウェイトレスさんがなんかもう言われるセリフが分かってきたウェイトレスさんがお水かなんかジュースかこぼしました、はい、そしたらムーン
分の方は一生懸命、うん、すいませんでしたって言っても謝っていただくと、はい、もういいよもうってね、うん、それで手書きのお手紙なんかもらっちゃえばもう大丈夫、うん、いいよって、うんうん、でアースの方はすいませんって言って商品券くれたら現実的にラッキーみたいな数字を見るかってタイプですからね。そうそうそう、うん、で大体よくレストランとかで責任者呼んでこいとか叫んでるおじさんとかいるじゃないですか、うん、大体3の方が多いというね、そんな感じですね、はい、なので3分類すごくこのねムーンアースさんで随分、はい、違いますね。次のページね、病院の対応の仕方も違います、はい、例えばこれ歯医者さんね、結構個性心理学歯医者さんで取り入れてるところ多いんですけど、はい、例えば歯医者さんの話でいくと、うん、このなんだなんていうのこれエプロンっていうかなんかけるやつ、かけるやつね、はい、あれを、まあ、カルテわかるでしょ、はい、誕生日もわかるでしょ、はい、その患者さんがいらっしゃると、例えばムーンの患者さんがいらっしゃると、はい、黄色いエプロンをするの、はいはい、そうするとスタッフの人全員がもう勉強してるから、はい、あムーンの患者さん来たなって分かるわけ、うん、そうするとみんながどうですか今日の調子はとか声かけに行くわけ、全員が、そうすると、うん、あそこの歯医者すごいなんかいいよって安心するんだ、話聞いてくれるから、うん、で特に歯医者さんって結構絶対聞くじゃないですか、どこの歯医者がいいみたいな、うんうんうん、なの口コミなので、うん、なのでこういった使い方をやるといいんですよね。でじゃあアースの方が来ました、そうするとブルーのこう、はい、前掛けみたいなのね、はい、やるでしょ、はい、そうすると逆にほっといてほしいわけアースの人は、なのでもう本当にみんながこう一礼するだけ、うんうん、でごちゃごちゃこう話しかけたりしダメなんですね、うん、で逆に、まあ、例えば、最新の設備を説明したりとか、はい、あとスリッパは抗菌ですよとか、はい、そういうこうきっちりこうしてるのをアピールした方がいいですね、うんうんうん、そうで薬をいつもは10日分なんだけど、はい、まあ、例えば1週間分とかね、うん、なんだけど今日ちょっと多いめに2週間分渡しておきますねとかって言われると、うん、嬉しいの、なんでかっていうと、うん、時間が今度来る時間が少なくて済むでしょ、はいはい、なるほど、うん、だから時間の無駄も嫌がるんで、うん、こういったことが嬉しいっていうことなんですよ。なるほど、うん、で今度3の方、はい、赤いエプロンね、はい、つけますね、はい、そうするとまあ院長先生がとにかく来ます、はいはい、もう3の方がいらっしゃると院長先生って呼ぶんですね。で院長先生が来てねやっぱりこうどう今日はとかってなるほど、安心するんですね、うん、やっぱりそうすると院長先生とか府長さんだとね、はい、やっぱり私のために来てってなるでしょ何これひどいねでこれ逆にムーンの方々に、はい、院長先生が現れると全然違うんですよ。え、ちょっとなんか、ま、もしかしてまずいの？私なんかすごい病気とか、大事なのすごい、そうそう思っちゃう。大変なことになってんのっていう感じ、そうそうそうっていう風になっちゃう。すごいな、これ取り扱い間違えたら大変なことになっちゃいますね。そうそう、そんな感じですね。じゃあ次のページいきます。はい、よく使う言葉3分類、うん。ムーンの方、うん、なんで？どうして？なるほど、うん、とかってね、よく使うんですけど、はい、でアースの方、うん、よくないかな、納得とかよく使うかもね、はい、もう一生懸命な自分が好きだし、はい、うん、で活用したり納得みたいな感じね。これなんでいつもこう3が落ちみたいになってる、うん、そう3はやっぱりね、3が落ちみたいになってる、そうそうそう、3がいつも最後にこう出てきますね、うん、そう3はね本当面白いから、はいで3は、だいたいよく使うことで、すごいとかね、めんどくさいとか、絶対とかいう感じで、はい、うん、使うかなという、これ統計学なのね、はい、統計学なの、まあ、必ずっていうわけではないですけど、まあ、多いかな、そういう感じが、うん、ですね。はい。なので LINE とかも本当に、3の方には、もうすごいすごいって、はい、あ、子育てもそう。3の子育てはもうすごいすごいって言っとけば大丈夫だ、うん、褒めて育てる、そう褒めて、そう、へー、うんうんうん、そうなんです。でしかもすごいってカタカナとかで、はい、表現するっていう、ね、はい、うん、
あの見ないですよね、あの相田みつを的なこうほんわかとしたようなやつはあんまり。どっちかというとそれよりもこうなんか写真とか、うん、なんかそんな長い文章あんま見ないかもしれないですね。もうあのもうあの長い文章見たとしても、うん、目に入る単語は決まってるから、うんうん、そうすごいとか偉いとか、うんうん、そういう褒め言葉だけそこだけ受け入れて頑張るっていう感じ、あそっか、うん、やっぱそうなんですね、すごい、はい、だからこう聞きながらあやっぱり3の方ってそういうところあるんだなとか結構検証していけるので、はい、うん、あ、早っ、そっか、早いな、はい、うん、あっという間です、あっという間ですね、はい、あ、そしたらちょっとあともうちょっとね、はい、いいですか、はい、思考回路も全然違うんですよ、はい、あのムーンの方はさっき言ったようにちょっと前置きが長いのね、はい、起承転結で、はい、結果を一番最後に持ってきますね、話長い感じなんですね、そうそうそう、うん、でも分かりやすい、丁寧、うん、はい、それでアースの方は結論から言うねって言って先に結論を言います、うん、で、サンの方、はい、もう何言ってるか分かんない。点結点結点点点って書いてあるんですけど、そんな感じなんですね。そう。これあの作った先生にあの文句言いに行きましょう今度。なこりゃー。はい。でカップヌードルの食べ方も違いますね。はい。あのムーンの方、お湯を入れて2分までは覚えてるんですけど、はい、途中でなんかやっちゃうわけ。あ、なるほど。忘れちゃっていつも伸びちゃってる、はい、あのラーメンを食べるという羽目になります。うん、はい。で一番ストレスないのは、あのアースの方ちゃんと時計で3分きっちり測って食べるので、はい、ストレスないです、うん、3の方はあと3分が待てないというよりかはもう測った時間をもう忘れちゃってるんで、まあ、雰囲気そう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 勘でね雰囲気そうそう内田の感じでわかるから、うん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 、そんな感じでカップヌードルを食べます、うん、はい、で携帯電話次のページいきます。携帯電話3分類ってね電話の仕方も違いますね。ムーンの方はだいたい電話出てんのに、うん、今電話して大丈夫とか言っちゃうんですよ。もう私これ本当無駄だと思う、うんうん、もう大丈夫だから出てるのに早く本題話してよって思っちゃう。そ う, そ う, そ う, そうね。で、あとアースの方はやっぱり地理関係とか、うん、その時間とかそのね数字なので、まあやっぱり今どこにいるのっていうところから、そうするとこうあここにいるんだっていうところからこう物事をこう判断していきますね。うん、で、あの携帯電話、うん、電話に出ると、まあ3の方は名乗りはしません。もう本題すぐ、はい、あの要件を話をしてます。オレオレみたいな感じね。はい。うん、そうなんですよ。うん、なので留守番電話とかも違いますね。ムーンの方、うん、まあ、例えば2分間の留守番電話、ムーンの方はあーでねこうでねあーでねって言ってるから2分過ぎちゃうんでしょ。で言えないまま終わっちゃうっていうね。そう。うん。でもなんか1回目が意味ない留守で残して2回目に本題喋ってたりとか、うん、もう2回も残して1回目聞いて損したとか思います。それムーンですね、うん、でアースの方はまああれです、あの先に結論から言うんでね、うん、うん、大丈夫、うん、でうーん3の方は留守番電話喋、うん、んないですね、ブチってなんか出るまでかける。そんな感じかな、うん、ひどいなさ。そう、まあ、あのこうやって3分類できてしまうので、うん、意外とこう調べてると、うん、あの相手の方をこうね分かってあげられることもあるんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、面白い、うん、これ本当に取扱説明書でこうなんか、うん、みんなの手に届くものだったらいいですよね、うんうんうん、そうですね、はい、まあ、今だと、うん、あの個性心理学のキャラナビって検索すると、はい、出てくるんです、はい、でそこにこう誕生日とか入れると、はい、あのすぐ何の動物ってわかる、あの見てらっしゃる方がすぐご自身のことを知りたくなると思うんですけど、うん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 、キャラナビで調べればいいんですね、うん、はい、そうするとね調べられるので、うん、はい、やってみてください。あとこの手帳がありますよね、うんうん、この手帳はなんかどっかで入手できないんですか。あ、これはね私の方でもあの毎年販売しているので、あともうあと3冊ぐらいしか残ってないけど、もう22年、ね、今年の手帳ですもんね、はい、ご連絡ください。これはね、はい、さっきちょこっとね使い方、はい、使い方講座などもやってるんですけど、はい、個性だけではなくて、うん、あの運気もわかるの。うん、そう、あの10年間の運の運気で10ヶ月のサイクルね、で10日間のサイクルっていう風に、はい、これで全部見ることができるので、じゃあこれで前もって調べておけば、うん、あの人今運気が悪そうだから、うん、今言ってもいい返事はもらえないなとか、あとかね、いろいろ分かるってことですよ ね, そうですね。あとはちょっと気分が落ち込んでそうとか、なんかイライラしやすい時期だったりとかね、うん、そういうのも全部分かるので、
一応仕事とか営業とかだけじゃなくて、うん、恋愛にも使えるし、うん、使える使える家族の平和にも使えますよ。そうそうそう、はい、そうですね。なので私なんかはこの手帳に、あ、今年まだ書けてないか、あの家族の、うんうん、運気を全部こう書くの。そうすると今日旦那さんはあのちょっと、うん、浪費の日だなとか全部書くの。全部、うん、そうすると分かるでしょ。手帳ですね。相手の、うん、相手の運気が分かるから、黒革の手帳より違う意味ですごくないそれそう、もう黄金の手帳になってますもん黄金、うん、そう。それであのたまに運気わかんない時って調べてなかったりとかするでしょ、はい、なんか今日物事がうまくなんかうまく運ばない時ってあるじゃん。なんかあの遅刻しちゃったり、うん、あの忘れ物しちゃったり、はい、もしかして今日何の 日かなって見ると、はい、やっぱりちょっと運気があの落ち込んでたりとか。そうするとあの笑っちゃうの。運気悪いと普通へこんだりとかするでしょ、うん、当たってるこれとか言って元気にもなってちょうですね。そうそうそう、うん、なのでまたこれもねゆっくり今度あの使い方とかも、はい、伝授したいと思いますので。まず今日見てらっしゃる方は、はい、あのご自身のことを何動物かを知っていただくために、うん、これですね、うん、そうそうそう動物キャラナビで検索いただいて、うん、ご自身を知っていただくと、はい、そうね、もういいですね、うん、でもプロフィールとかね履歴書に書いとけばね、そうそうそう、これが浸透してきたら楽ですよね、はい、あのキャラだけはね無料で調べられるので大丈夫です、はい、あと運気とかを見ようとすると、はい、まあ、こういう手帳とか、はい、あのその、なんかね300円で登録すると、はい、運気も見れるから。へ、うん、このカウンセリングもゆかりさんに、うん、あのなんかお願いしたりできるんですか。できますよ。私ね、ね今までね3人ぐらい結婚したゴールインした。へ、そう運気見てあげて。そうなんですね、うんうん、そのゆかりさんにはどこに連絡をすればいいんですか。どうしましょうかね。フェイスブックがいいかな。フェイスブック、うん、では岡田ゆかりさんで検索いただいて、うん、Facebook で、うん、コンタクトを取っていただければと思います。 それか宇宙居酒屋ゆかりでも大丈夫。はい、うん、前回ね来ていただいた時の宇宙居酒屋ゆかりさんで調べていただくと分かりやすいかなと思います。で、だいたいね宇宙居酒屋では、まあ、宇宙の話か、うん、動物占いの話かで盛り上がるわけ、うん、そうなのでもう普段からこうなんだろうカウンセリングしながらやってます、はい、なるほど、うん、どうしても分からなくなった方は、うん、この番組か DL サイトのコンタクトのページからお問い合わせいただければおつなぎしたいと思います、うんうんうんね、はい、これなんですか。これはねあの私のその、まあ、師匠というか、はい、あの白石丸美さんっていう女優の、はい、丸美さん、はい、丸美さんが師匠なんですね、まあ、あので、3年前に、はい、あの動物占いを、はい、あの歌にして出したんですよ。これ白石丸美さんが歌ってるんですか、うん、歌ってるの。動物占いの動物、そう、どんな感じですか。ちょっとあのワンフレーズ、自分で自分がわからないペガサスみたいな。またペガサス私のペガサスだ。自分で自分のことわかんないんだ私そんなような、まあ、歌詞がねちょっと特徴をこう、はい、やって歌ってるっていうやつですね、うん、なんかペガサスっていじられキャラになってないですか。いじられキャラ、あのね、お猿さんとペガサスはいじられキャラです、うん、飛んだところにはまってきたぞ、うん、そうそうそうこの CD は、うん、あのなんかどっかで聴けるんですか。聴けるのかな。入手できますか。検索いただいたらいいかなというところですね。はい、はい、あ、じゃあこれも合わせてゆかりさんの、ね、はい、コンタクトを取っていただいて、はい、うん、あの問い合わせていただいたらなと思います、うんうん、はい、DL サイトからでも OK です。はい、あの後で聞いてください。あの私たちも、私もガヤで出てますね。ゆかりさんの声も入ってるんですよね。声というか何人かでやってるからね、はい、ヒューヒューとかそういうやつじゃあこう12匹 の, そのそれぞれの個性ある動物のキャラが全部こう歌詞になってるってことですね。面白 い, 面白いで、うん、だから動物占い分かってると結構なんか、はい、あ、このなんかお猿さんはこうだよねみたいなのが、うん、出てくるので。じゃあ相性とかも分かるわけですね。相性もね、はい、分かります。そうなんだ、うんうん、ペガサスのちなみに相性のいい、うん、あの相手分かりますか。仕事でもパートナーでもなんか、うん、お友達でも、まあ、そうね、さっきあの相性というかあのグーチョキパーの法則をねちらっと言ったんだけど、はい、なのでアースのね
方から、うん、あの3の方に、まあ、アースはチョキですよね、うん、チョキアースはチョキで、うんうん、ムーンがグー、うん、そうだからで、3がパー、そう人間関係で言うと、お猿さん、お猿さんからあの、ペガサスさんにこう話を持っていくと、はい、結構スムーズかもしれない、うん、でそうでタヌキさんいたでしょ、はい、でタヌキさんから、まあ、ちょっとこう、まあ、偉そうに言ってたあれだ、偉そうにあのペガサスさんに言っちゃうと、あタヌキさんは、うん、ムーンだからグーでしょ、で3はパーだか だからパーの方が勝ってる、勝ってるってことですね、う、うんうん、じゃあチョキに言わせればいい、アースから3に言わせればいいってことですね、そうそう、だから言いたいことがあったら、あの言いたいことがあったらお猿さんを通して言うっていう、そうするとうまく回るかなっていう感じ、なるほどでは皆さん、あのご自身の動物をあのさっきのね動物キャラキャラナビ、キャラナビで、うん、検索いただき、はい、ご自身の今日もう見終わったらすぐに調べてみてください、ね、うん、ぜひぜひはい、今日は個性心理学の、カウンセラー、診療講師でも、はい、認定講師でもあります、うん、岡田ゆかりさんとお届けいたしました、はいはい、ありがとうございます、ぜひ皆さん調べてみてください、はい、ではまた次回を楽しみに待っていてください、ごきげんよう、は